今行きたいところナンバーワンは、インドのタージマハルな、霊夢ちゃんです。私が行きたいところは、ボリビアのウィンニエンコな、マリサだぜ。ちょっとマリサうるさいから早く電話取ってよ。いや、間違い電話だったみたいだぞ。あれ、もうゴール？早すぎない？まあ、たまにはいいんじゃないか。なんだか、最初の挨拶だけで終わっちゃった感じだね。実況する暇も、全くなかったな。まあ、私としては楽でいいんだけどね。そういう発言は、いろいろと危ないからやめとけ。では、次に行きます。ポチッとな。ゲームをしよう。ネットに追いつけばいいんだな。足場は青と黒に横ばいいんか。きつそうだね。ネットも、すごい勢いだったな。よしよし、いい感じなんだぜ。あ、横ばいいんじゃな。でも、ゴールは割と近かったな。スタート地点が一番難しいよ。一旦下がって、勢いをつける作戦も失敗だな。あー、イライラしてきた。頑張れ、レイム。はははは、ついに私の本気を見せる時が来たようだな。いいからさっさとクリアしてこい。私をブローするとは、バナナ人形にしてやろうか？虫はやめて。マリサ、ごめんなさい。マリサー、最速壁キック。こういうコースは実況のしようがないから辛いよね。まあ、いつもバカな話ばかりだけどな。マリサと雑談ができて、私は嬉しいです。今はお前と口を聞きたくないんだが、そういうわけにもいかないからな。どうしたら許してくれるの？そうだな、明日のお賽銭全部私にくれたらいいんだぜ。ほんと？いいよいいよ、持っていって。意外な反応だな。本当にいいのか？うん。だって、どうせチェーンも入ってないし。お前ってやつは、この壁ジャンプはなんだか面白いね。案外操作も簡単だな。こっちも、同じかな？視聴者様が飽きないよう、違う登り方で行け。そんな無茶ぶりを、できたら、許してやるんだぜ。私、頑張るよ。あー、弾かれた。これは、時間的にきつそうだな。もう少しだったんだけどな、残念。はい、ここまでカットしました。雑談で埋めるのにも限界があるからな。なんなら私が落語でも一席やろうか。お、いいな。何ができるんだ？最近のおすすめは時そばかな。お、いいな。やってみてほしいんだぜ。やるのはいいんだけど、いつも多めにお感情払っちゃうんだよね私。なんでだろう。なるほど、こいつの頭じゃ詐欺師にはなれないな。ある意味安心なんだぜ。私の華麗な壁キック、どうだった？尺取り虫みたいだった。